次のところ。あ、全部行くよね。あら。ひたすら殴る。盲目状態だ。でもまあまあまあ。ああ、そっか、ブリーザー。どっこ。サンダーが確か、4だっけ？サンダー5だ。サンダー5。違うか。あれ？ブリザード5だっけあれ。ブリザラ5とかじゃなくて。ん？なんか。使ってみるか。違う。サンダー。サンダー5。ダメじゃん。一体じゃん。殴るか。なんか準備不足が見えるなぁ。これ。回復。で、アイテムで毒を消すよと。目薬も使っちゃえ。お宝ー。ああ、すぐ。すぐじゃん。耐えられない。お金は入るんだけど、毒消し、目薬。目薬足りんくなるわ。しょっちゅう直してたら。なるほどなー。行くけい！レッドソウル。お前の魂、真っ赤だな。結局、レイズ要因だから、戦うしかできないんだな、これが。レジョンとかブリンクとかいいな。ブリンクブライン。トンカチ。戦う。これ殴り続けるしかないわ。本当か？これを繰り返すのが、ファイヤー8。ダメージが入らん。めちゃくちゃ強くない？ありえないでしょ。亀と戦ってる気分なんだけど。害だけが信じられる。ブリザード8。ダメージが思ったより低いのがいいな。もう一回食らったら全員で自分にポーション使うか。あ。よし。ポーション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 。30ちょいを3回食らったから。14、いいね。これで、アイテムがある限り殴れるっていう状態ができて、ハイポーションどこで切るかっていう戦いになるのか。こんなに攻撃通らない。こんなに17とか22とか、これで戦うしかないってこと？ 33。マリアが活躍してる。ガイしか、おぉ。いけた。ガイしかいなかったわ。エギルの松明を手に入れた。いいね。お、これで火を灯そう。出ていい？出るか。テレポ。はい。大事なもの。松明。これで大戦艦を滅ぼそう。やったね。で、城に帰れってこと？嘘でしょ。おー、殴れ。こいつぐらいなら、
そんなことない、もしかして。お、ダメか。やった、槍と盾。ゴードンが入っ、お、助けが来た。迎えか。だね。あれ、大戦艦から逃げてる。おっと、シドまでやられた？シドまでやられたら超困るんだけど。見るだけかーい。ゾンビ殴って、一旦、戻るか。チョコボ見いけ。これ便利よなー。どこまで戻ろうか。さあ、持ってきたよ。いない？あれ？なんか、アンチ、お前アンチだろう。ピンの北に向かった。ピンの北。ピンの北へ向かう。ピンの遥か北に帝国の補給基地。王女様、フィンの北へ行く。はぁ、ちょっとこのゲームさ、めちゃくちゃ話しないとあかんから、王子、娘を、ヒルダを、あっと、せめてカシオまで迎えに行こうと。シノの、特にないのか。あれだけの巨体を持つ戦艦ならば。ああ。オッケー。フィンの上ね、フィンの上。フィンの上に向かっていけば、戦艦に会える。ここ誰の部屋？ヒルダか。普通に考えてヒルダの部屋か。ポーション買ってこう。あと状態以上のやつ、いっぱい買っとかんとあかん。ここだね。何より左の、マップ、右上にあるマップの、こっから一ちゃん左にある孤島が気になるんだけど。あの孤島は、おっとっと、見つけたぞ。行くか。大戦艦。来たわ。ガストは、あんまいかんけど、殴れば倒れるから。まあまあまあ。通行証。はい。じゃあな。君は？反乱軍だな。殴るか。キャプテン。俺らに倒せるか。キャプテン勝てない。これ、隠密行動だ。これだけでいい。大事なもの。通行証。はーい。これ2回目のやりとり。で、上か。こいつらはもう、殴れば倒せるっていうレベルだから、めちゃくちゃいいんだよな。もう話しかけない、一切。嫌な目に遭うわ。何もない。600ギル取って、何もない。しょっぱい。しょっぱいなぁ。ムカつくなぁ、この配置。一旦、近くから全部攻めていこう。こうもいかないんよなぁ。ここ最後に来なさいってやつだ。忘れないように。よし。お宝。ない。当たりの道か。こういうの嫌なんだよな。戻らんとあかんじゃん。これで下に何もなかったらどうしよう。もう一回ここに戻ってくるから、このまま行くか。感じか。
開くんかい。行くぞ。すみません。終わり？OK。これでいいんか。あー、じゃあここが正解で、下に行けばいいから、なんかよく、意外とよくできてんな。ポーションとくしゃみ出そう。くしゃみ薬なくなる。広いなー、これ。下がって。お宝だ。お金が入ったのはいいこと。トライデント。で、巨人の兜、モンスターが現れた。サンダー、回復。間違えたー。え、2で勝てるんかい。何がもらえるの？アイスシ。よし。セーブして、で、さらに下がるんか。ガスト、お前だけは、絶対に許さない。違う違う。え、味方殴れんのお前。それは聞いてないよ。ダメージが微妙いなぁ。ナイフ、上げてないから弱いってことか。結局数字よりも、熟練度上げないと効果がないっていう。2だからね。2だとこのようなもん。やっと4桁。やっと4桁いったよ。これ。あ、なんか、エンジンコアっぽい。遠回りしないといけない臭いな。多分。めちゃくちゃ回る。中段。来たー。太陽の日。炎で焼くぜ。これで大戦艦は動かない。あー、ダークナイト。こういうイベント？アイテム回収は？めっちゃかけるじゃん。アイテム回収できないの？頑張れ。頑張って逃げて。なんかトコトコトコって可愛いな。エンカウントしないんか？常にエンカウント自由であれ。あ、もう来た道ずっと回ってくね。なんかいいなぁ。こう、一瞬で戻らずにさ、カットしながら戻っていって、ちゃんと逃げてる感を演出してる。早く逃げなきゃって。急げ急げって応援したくなるね。戦艦が爆発した。アイテム回収できてない気がするなぁ。しゃあないか。もうこれはしゃあないわ。さあ、シドの船めちゃくちゃ移動していくね。帰ってきた。さあ、反撃の幕開け。セーブしていい？それで、ここは、帰ってきた？王様の容体が、今度は王が倒れるのか。そんなことある？あー。うざ、このアンチ。わしの見込んだ通りじゃ、あるか。そんなことあるか。ゴードン、ミュー、それにフリオニール、お前たちに最後の頼みがある。心して聞いてほしい。ゴードンよ、随分とたくましくなったな。お前が我が軍の指揮を取るのだ。
そしてヒルダを助けてやってくれ。この命をかけて。ちょっと、びっくりしたわ。集中力が足りてない。究極魔法の封印が解けるという伝説は知っているのわしは今がその時だと思うのだがどうだ。アルテマの封印を解く時かと。そしてフリオニーいる。お前たちは竜騎士団の城、ディストへ向かってくれ。ディストね。竜騎士団は帝国の攻撃により皆殺しになったと聞いたが、あの、気高く強い竜騎士団のこと、生き残りがいると信じておる。騎竜と竜騎士の力がぜひとも必要。任せろ。さらばだ、フィン。お前の城も取り戻してやる。アルテマ、指揮を取る、リスト。王女の部屋に王女いるんじゃない？だって、王女の部屋だから。ふふ？ふふ？ふふ？こいつが悪いやつか。王に毒でも持ってんのか。雪原の東の海にある遠い島国じゃよ。パルムで船に乗り、南へと舵を取るのじゃ。雪原の東の海。飛竜。難しいなぁ、これ。本当に。ふふってよ、ふふ。ヒルダ。やってくぞい。やってくぞい。やってくぞい。はい。なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？あ、話しかけるんか。破壊して帰ってきたんだよな、多分。え、リストか。パルムだったわ。託されたんだったな、王様に。パルム行って、パルム行って、パルムに、わー。パルム、パルムがここでここで、いない、こんなの。あたいの船がちょっとディストまで行くところだよ。乗ってくかい？乗ってくぜい。オッケー。ちょっとな。行くわい。行くわい、行くわい。寝てからな。一晩待たせよ。遅いんじゃないの？とか言わせながら。やってこ。休みは大事。待たせたな。王女様が絶対に悪い奴なんだよね。王女が悪いに違いない。なんだよお姉さん。海賊。バカだったね。怒るか。典型的な海賊みたいな。行くぞ。サンダー5。これ DPS 高いんじゃないか？高いかな？高いかな？一撃範囲内に入れたって意味では高いのか？ 236 って。どや、あ、これ倒せて、ガイが2回殴って終わり。いけ。いや、なんか典型的な海賊だったね。お金いっぱいあるし、海賊だから。
レイラ。縄で縛ろう。あと、俺が悪者だったわ。縄で縛ろう。右上に縄があるんだもん。レイラ、やろうとも。もう千葉に好きな。これで仲間になるんか。